晩年のオーギュスタ・オルメス。オーギュスタ・オルメスは19世紀、フランスの女性作曲家の先駆者。母親はアイルランド人。熱烈なワグネリアンだったことや、女性が職業芸術家になることがはしたないとされた当時の風潮から、当初はヘルマン・ゼンタという偽名で作品を発表した。1871年に正式にフランスに帰化し、性の綴りもホームズから、 オルメスに改めた。主に舞台音楽や声楽曲の作曲家であり、自作の歌曲やオラトリを、合唱公共曲やオペラに、ワーグナーよろしく手ずから台本を執筆した。現在では忘れられた、作曲家の一人であるが、ドビュッシーは、音楽評論において、オルメスの訃報を取り上げ、その作品を、健康な音楽であると評している。またエセルス・マイスは、最晩年のオルメスに、 表敬訪問を行っている。早期から学祭を示したにもかかわらず、当時はパリ音楽院に女性の入学が許可されていなかったことと、音楽学習への母親の強い反対があったことから、母親の没後に個人教授についてピアノやオルガン、音楽理論を学んだ。フランツリストに作品を見せて激励される。 1876年からセザール・フランクに作曲を支持する。カミー・ユサン・サーンスは音楽雑誌、火星と戦慄において次のように論じている。女は子供と同じで障害物をものともせず、女の意志力はあらゆる障壁をぶち破る。マドモア・ゼル・オルメスは女性である。それも過激な、オルメスと有名な男性作曲家との関係については、 しばしば興味本位に取り上げられてきた。例えば、サン・サーンスは、オルメスの妖艶な女性美に見入られ、たびたび結婚を申し入れた、あるいは、公共誌、オンファールの糸車は彼女をモデルとして作曲された、といった逸話が残されている。サン・サーンスが初演した、フランクのピアノ五重奏曲へ、単調は、フランクのオルメスに対する劇場が隠されていると言われており、また、 フランクの遺作となったオルガンのための三つのコラールのうち第二番はオルメスに検定されている。だからといってフランクとオルメスが指定以上の感情で結ばれていたという確証があるわけではない。ルノワール、ピアノの前のマンデスの娘たち1888年、オルメスは結婚しなかったが、最初持ちの詩人カテュール・マンデスと同棲し、5人の子供を設けた。 オルメスとマンデスは共に熱烈なワグネリアンであり、オルメスがマンデスと儲けた娘たちは同じくワグネリアンのルノアールのモデルを務めた。オルメスはオペラ、黒い山の大失敗によって負債を抱えると共に、これが元でマンデスに捨てられ、最晩年を借金返済と養育のために過ごし、健康を失った。パリ万博の記念を音楽を移植され、1889年から フランス革命100周年記念のカンタータ、勝利のオードに着手した。これは演奏者と合唱を含めて1200人を要する文字通りの対策であった。二つの公共詩、アイルランドやポーランドは政治的な意図のある兄弟音楽であるが、フランス新古典主義音楽が流星を極める時期まで、フランスのオーケストラにたびたび取り上げられた。最後の公共詩、アンドロメダは、 20世紀初頭に没興しつつあったフェミニズム運動を商用する意図が含まれている。オルメスの実質譜はパリ音楽院に依存された。ありがとうございます。